沢尻エリカさん自身は復帰願望あるんでしょうか。元夫がエリカは強そうに見えて周りに流されるだけの弱い人間だったみたいなことを言ってたので、芸能界に復帰するのは案外繊細なエリカさんにとっては幸せなことではないのかと思いましたということですね。はい、それはね、例えばね、最近またどっかのモデルが捕まったでしょ。あ、なんか捕まってましたね、はい、捕まってた。まあそういうのは多分彼女はすごく繊細な、なんだろうに感じてしまったかもしれないんだけど、彼女はだって才能あるからもう出てきてほしい時にまた変な事件が起きたなって。あ、そういうことね。思うけど、彼女を、僕はね、直接話してはいないでしょ、LINE ぐらいたまに、エリカは強そうに見えて周りに流されるだけじゃねえよ、それは違う。だって俺めっちゃ喧嘩っていうか争ったドラマに出る映画に出るって、もうね、喧嘩じゃねえね、議論したこともあるから全然弱くはない。まあそれはね、あんなことをやったから弱いっていうのはないと思うよ。だから俺は必ず、俺の考えだよ、復帰すると思います、ああもう言ったらそうやって新聞出ちゃったニュースになった人嫌なんだけど、俺がかと思ってたけど、でも俺はそのチャンスは作ろうと、まあうちのやつらと話してありますよ。でもどうなるかわからないね、まあだからそのお手伝いはしてあげたいと。いや、お手伝いって言うんじゃねえんだよ、こうやって環境は整えてあげたいなと、もちろんだよ。そんな栗山監督みたいですね。なんすかそれまあ野球好きの人にはわかるあれでしたけど、じゃあ次行きましょう。沢尻エリカさんとリッキーさんのお付き合いについてどう思いますか。本当なんですか。リッキーさんって誰ですか。俺もそう思ったんです。今誰ですか。それリッキーさんが誰だか分かんないんで答えようがございませんということでございます。リッキーさんが誰か分かりません。知らない。俺が変なの。いや、分かんない。俺も知らないもん。誰リッキーさんって。知ってる。あのラッパーの。ラッパー。ラッパーなんだ。俺ね、一番弱いのが日本のラッパーなんだ。あ、藤田さん好きですよね、ラッパー。そう、俺マジこの間誰だっけな、なんだっけな、あったんで、うちに所属のラッパー戸口と一緒に。ああ、なんだっけ、めっちゃいいやつだったよ。めっちゃ悪そうだったけど。誰だったっけ。なんだっけ、名前も思い出せないぐらい。アナーキーだ。あ、そうだ、めっちゃいいやつだったけど。へえ。大体ね、見かけが悪いやつほどあったらいいやつやことが多いね。あ、そう。経験上ね。じゃあ次、